なる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼ねたの木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見ものだな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。頼む、聞いてくれ。よく見渡せる。ここに集まってくれ。寺か、隠れ家にいいな。準備は良いか。誰も湿地へ逃げればはぐれる者が多く出るだろう。いい餌食だ。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオらに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎が着く前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうかノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。村外れで待ち構えておくか。蔵に隠れるか。来たな。香炉に火をつけるとするか。煙はお気に召すかな。Hinterwäldchen zum Nass! Argo, wird's lang! Argo, noch da nach!
こい。エノフ、聞け。これでしょ、エキ。うん。テルハーチョウ。ビアジミトゥ。オルテンネ。バルチラハン。うん。シブセグネ。シブセグネ。コントロこれは何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。私が何をしたの。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。
赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。もう安心だぞ。串寺で助けがいるとノリオが申しておったな。
お前ほどの馬はいない。いや！
仰ぎ見れば岩尾も裏に移ろあり、雪つかるまで止まることなし。ここへ。いい子だ。かけろ、ノブ。怪我人か。下がれ。ああ、ご無礼を。てっきり猛虎かと。この像、伊蔵が彫ったものだな。猛虎は父を殺すだけでは足りず、その傑作を怪我しました。お主は息子か。あやつの新作は二度と見られぬのだな。この像は元に戻せます。そのためには道具がいるのですが、猛虎に乗っ取られた家にあるのです。俺が取ってこよう。伊蔵の無念を晴らしてやらねばな。ありがとうございます。道なりに進めば我が家があります。もし猛虎がいたら。分かっておる。ここが伊蔵の家か。一番手は誰だ。ヤグザドスモクシグプッチクコイヨン。ハッ
るはずなのだ。伊蔵殿、無事であったのか。猛虎に殺されたと聞いたが、息子からか。お連れしよう。いいえ、わしが生かされてるのは猛虎の武将に腕を認められたからだ。お主の掘った像はいたずらに破壊されておるぞ。わしの作品を不備来に献じたいと言われてな、断れるものか。荷をまとめついてこい。どの像が壊されてしまった？道沿いの菩薩像だ。あれは息子が生まれた時に彫ったもの。つまらん不出来の像だ。そうだろうか。伊織はできた息子だが、芸を見る目は養ってやれんかった。フビライハーンのために像を彫ることがお主の家族よりも大切なのか？家族も国もいつか消える。だが観音像のしなやかな指先や金剛像の恐ろしく堂々たる立ち姿は永代の子。どちらも守ればよかろう。侍が二人の主人に仕えるか、織物師も同じこと。待っておるのは不幸だぞ。この世は不幸よ。息子は可愛いが、わしは芸に仕えねば。こっちだ。ひどい。お主の像を守ったのだ。息子の命と比べたらこんな像など。息子を思うなら父として像を修繕してやれ。すまんな、伊織。
走れノブ。神社が荒らされておるな。誰の仕業だ。元には戻るまい。よくも先人の努力を。狐のむくろだ。神の使いを恥ずかしめるとはな。むごいな。悪心を起こしたようだ。対馬のために対する侮辱だ。犯人を知らぬか。モークだ。ヤツらの所業か。レギュパシンタ。まだ兵がおるはず。おい、アルボ、ジプスゲイビル、ゴーストアルレクボーチッチ。おい、ウドククチャハルタ。どうした。
最後。よし、お主ら、友の敵は撃ったぞ。どうか成仏してくれ。つまり野営を見つけたのは乱か。さようでございます。酒井、石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。乱という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を。森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。よし。
巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならばくさびを打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや、巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。兆しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ヌクロが的にされております。まことトモエらしい。野営を襲う。トモエを見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。アルボザー敵どうしよう。ちゃであろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止める。巴、逃げ場はないぞ。逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、酒井殿。どこへ行く気だ。巴、酒井陣だね。石川の犬、お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ。決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない。一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。
生に伝えねば。惑い行きつつ弔えば何を思うぞ知る者もなし。酒井、どうだった？私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか？飛び降りたのです。崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか？あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方が楔を打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。何を見たにしろ、巴は死んではおらぬ。修練場もあと一つ残っておるぞ。Jak jim máš synta? Egyom har szinte!
sent Negum Ben. Thank you.